どうもどうも、ヘアーアツとチヨチです。こんにちは、えっちゃんです。そしてどうも、お勉強ラップのコウケイオウです。よろしくお願いします。コウケイオウさんです。はい、ケイオウさん、今回から、ご案にわたってよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速、はい、質問コーナーです。コウケイオウさんへ10の質問です。それでは1問目、はい、YouTube を始めたきっかけは何ですか？ YouTube 動画もともと昔アップしたんですけど、はい、なんか YouTube で講義始めるときにメールが、はい、ターゲティングメール来て、 YouTube 講義来ませんかみたいな、あ、エントリーしませんかみたいな、はい、でエントリーして受けに行ったら、まあ今カメラマンの上村さんいて、はい、教えてもらって、そうなんですね。そんな出会いが2年前ぐらいです。この間に、はい、それが本当にきっかけで始めた。そうですね、2年前ぐらいもう一回始めましたね。はい、はい、それでは、まあ、次の質問やってみましょう。はい、ラップは何歳から始めましたか？何歳？8歳ぐらいですかね。あ、結構小さい時から。でも今でいうラップじゃない、僕は帰国子女でして、はい、小さい頃アメリカに住んだんですけど、あ、小学校2年生の時に行ったんで、はい、まあ、その時にちょっと前に国子女さんとかやってたんで、適当になんかやり始めてました。はい、はい、じゃあ海外で初めてみたいな感じなんですかね。そうそうそう、あんま始めましたってかっこいいものじゃないですか。ベッドの上で跳ねて、よいよい、徐々に徐々に、ね、徐々に。で、本格的に始めたのは何歳ぐらいかな？曲書いたのはでも、学校以降の時なんで、18、19ぐらいですかね。やっぱり、あれがやっぱ初めてぐらいですね。なるほど。それでは続いて、はい、慶応さんの好きな言葉は？僕の曲紹介チックになるんですけど、はいはい、進路指導。進路指導。進路指導、進路指導っていうのは、その言葉が好きな人なかなかいないです。進路指導のですね、これ曲名にしてるんですけど、はい、死を刺すじゃなくて私にしてるんですよ。あー、僕の思いが描いてる進路指導とは全然違う。進路指導の死をちょっともじって私っていう字に書いてるんですけど、はい、要は自分の将来決めるのは自分だぞみたいな、導くのは自分だぞみたいなのはすごい意識してます。いいですね、オリジナリティありますね、やっぱり。オリジナリティがすごい。ちょっと出しててくれないと意味不明なっちゃう。ボケて、ボケて。こちらの、よく、概要欄のところに書いてありますので、はい。はい、それでは、はい、続いて、こちらは休日についてです。休日は何をしていますか？完全にもうラップだけですね。あ、もう休日もラップで、はい。作らなきゃいけない曲がバーってやっぱ常にあるんで、はい、もう移動中とか休みの日はずっと聴きながらもひたすらリリック書いて。ああ、なるほどなるほど。はい、なんか思いついたらすぐメモる感じですかね。いや、思いついたというか、もう個人的にはもうやるぞって決めて。ああ、なるほどなるほど。ずっと引きこもって。オンオフがすごくある感じですかね。まあ飲み好きなんで夜飲みって。ああ、なるほど。休む時は休む。休む時は。9時5時でリリック。常にラップ。常に。あ、でも飲みもラッパーなんで結局ラップしてますね、夜。あー、飲みながら。でしょ、あれですね。結局ラップしかしないですね。あー、すごく。全てラップですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、続いて、まあ、ようやく真ん中らしい質問に来ましたが、はい、慶応義塾大、義塾大学での思い出はという。なるほど。あんまりないんですけど、まあ、サークルがですね、はい、なんだと思います？ラップとかじゃないですか、ね、ラップサークルなんてないっすよ。あ、ないですか？意外とスポーツ系とか。いや、それ合ってますよ。あ、スポーツ系。そうそうそう。いや、それちょっと正解って言うと幅広すぎるんで。じゃあテニスサークル。あ、バドミントンでして。あ、バドミントン。あ、惜しかった。惜しかった。スポーツは好きなんですかね。スポーツ好きですね。なんかバドサーぐらいの思い出しかないですかね。あ、なんか大学にそういうラップ愛好会みたいなのとかはなかったんですか？なんで慶応はなかったですね。あ、そうなんですね。自分から作ろうとはしなかったんですか？この時もう入学と同時にその学校へ行こうっていう番組でラップやらせていただいたので、はい、なんですかね、結構もうそっちにで作ってたんで、あんまり余裕がなかったです、ね。学校でやるほどでもなかった。なかった。やるんですけど、回ってなかった。息抜きにバドミントン。続いて、はい。4月から新学期が始まっています。ね、おすすめの勉強法、うん、
まあもちろんね、多分あれかなと思いますが、はい、教えてください。ちょうどですね、はい、先週勉強法のラップてか計画の立て方ですね、のラップを上げさせていただいたので、はいはい、もうそれがちょうど新学期に向いてていいと思います。なんかケイカ君って言いましてですね、あのイカのキャラクターの中に計画を書き込んでいくみたいな、ね、なるほど、なるほど、なるほど、それをやると、まあ、年間計画が達成できますよって計画的に勉強ができる方法の、そうですね、はい、もう歌でやってますね、はい、聞いてください、はい、こちらの概要欄にありますが、はい、新学期始まって、まあ、もうちょっとしたらテストの、ね、勉強始まりますから、ぜひこれをね、使ってまとめるのうまいっすね。うまい、うまいですよ。はい、続いていきましょう、はい、一番おすすめのお勉強ラップは何ですか。これはもう戦国武将ラップ。あ、やっぱりそれですか。これちょ、え、ご存知ですか。ご存知ですか。ですか、はい、まあ内容がやっぱ戦国武将のキャッチーなんで、はい、あの一番好きです。いつぐらいの勉強なんだ。中学校、中学校ぐらいですね。中学校ぐらいですかね。中学から、はい、はい、やります。中学生の皆さん必見ですね。必見です。はい、続いて。はい、まあ、これなんですけど、まあ、私もすごい勉強が苦手なタイプなんです。勉強が嫌いな人に一言お願いします。やる気を出そう。いやーもう、もうその通りですね、その通りですね。でもあの結構僕 の、 あの根底にある考え方はそれで、はい、お勉強ラップ出してますけど、はい、実は勉強どうでもいいと思ってて、あのやる気になってくれればいいなと思って。あ、まあ、正直歌3分聴いて、はい、テスト上がらないですよ。ただあの聴いて、あ、なんか楽しそう、できそうって思ったら、もうそっからは自分で走り始めるんで、あ、もうやる気を上げさせるだけですね。一歩踏み出すきっかけを作ってるって感じなんですかね。はい、いや、そうです、そうです。やる気スイッチとかよく言ってますけど、自分とか、はい、そう、本当そうですね。ありがとうございます。続いて、はい、YouTube をまあ始めたわけで、もうその始めて、まあ、なんか変わったこととか、まあ、こう感じたことってありますか。リアクションたくさんもらえるんでいいですね。あの YouTube 始める前の1年間はライブメインで、はい、あの地方のショッピングモールとかスキー場とか、なんかああいう人が集まってくれるとこバンバンいたんですけど、やっぱり行っても100人いかないぐらいじゃないですか。でかつそこでリアクションくれるのもすごい少なかったんで、その後作品を上げたらもうリアクションバンバンコメントとかくれるんで、やっぱりね、作る以上は何て言ってるか、リアクション欲しいんで、すごい良かった。街とか歩いてて声をかけられたりとかしないんですか。いやー、あのテレビ出てた時はすごかったんですけど、あ、今はあのたまにですね。ライブとかだと、やっぱ壇上と観客席で壁がありますけど、はい、YouTube だとコメント欄って結構近い感じになるので、はいはい、こうコメントしやすいっていうのが見てる側的にも思います。コメント返すようにします。すいません。あ、でも見てらっしゃいますね、コメントは。あんまり僕、コメント返してなかったので、なんか、もう申し訳ないのか。でも見てくださってるって。あ、もう、はい、見てはいます。はい、はい、続いていきましょうか。はい、こちら、最後の質問になりました。はい、今年の目標は何ですか。今年の目標は、ちょっと現実的なところで、はい、お勉強ラップを10本以上作るということでお願いします。ちなみにお勉強ラップって1本作るのにどれぐらいかかってるんですか。多分普通に何も追われずに作ったら、やっぱり2ヶ月ぐらいかかっちゃう。あー、やっぱりそんな、あの曲作りからなんで、編集もすごくすごいこだわってますよね。そうですね、曲お願いして、僕は作ってないんで、はい、曲作りお願いして、はい、来たら何作るか勉強して、はい、でレコーディングして撮影して編集なんで、ちょっとフェーズが多いんですよね。やっぱりその動画も自分であの合成とかもやってらっしゃるって感じなんですよね、はいはい、すごいですよね。あのもうちゃんと武将の何て言うの、甲冑着て後ろもこうイメージが変わるみたいなのがすごい凝ってるなと思って。10本って言ったら、そうですよ、まるまる10本はすまんね、必達しますでしょ。それから積み上げます。あ、ぜひぜひ話をいただきたいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ以上で10本、あ、10本、いや、辛いね、辛いよね、目標ですね。はい、質問だったわけなんですけれど、で今回紹介
介した、動画は概要欄に全て載っていますので、まあ、勉強の一歩踏み出せない人は見てくださいということで、はい、今回の質問コーナーは以上になります。次回からは、ね、教えてコーナーなどやっていきたいと思います。この動画が面白かった、楽しかったと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。またね。またねー。